じゃないわよね。ねえみんな、みんなは誰だか知ってるかな？知ってる人？じゃあみんなせーので私たちに教えてください。いきますよ、せーの、ビング。ビングだったのね。でもみんな、みんなちょっとてっぺんぺんが拗ねちゃってるわよ。てっぺんぺん、ビングは一度やってみたかったんだって。だから許してあげてね。ありがとう。で、ところでピングー、ピングーは今日はどうして来たの？なになになに、なに、うん、うんうん、今日は、うん、え、10月28日はソラカラちゃんのお誕生日で、あ、実はピングーもお誕生日なのね。そっかそっか、それでそれで、うんうん、何、今日は一緒にお誕生日をお祝いしたくて来てくれたのね。みんな、そうだそうだ。じゃあそらからちゃん、ねえねえ、一緒にさ、みんなで何か楽しいことをしない？それじゃあそらからダンスを踊りたいから。わー、それ楽しそう。じゃあみんなもダンスをするためにはい、それじゃあみんな、今からダンスの練習をするよ。みんな踊りやすいように準備してね。立って立って。さあ、立ったらね、少し踊れるようにちょっと広がろうね。隣のお友達とぶつからないようにしてね。はい、それじゃあ今からダンスの練習をするよ。まずは私たちの真似をしてみてね。最初はこのポーズ、人差し指を立ててポーズしてみて。できたかな？オッケー。周りの皆さんもぜひ一緒にやってみてくださいね。それじゃあいくよ。3、はい、右手を回して左手回して、ソラカラちゃんのポーズ、ブルブル、反対もブルブル、ソブルブルのポーズ、ハイヒール、ハイヒール、てっぺんぺんのポーズ、をしたら両手を広げるよ。ここまでやったらもう一度最初からいくよ。3、はい、右、左、サラカラちゃんのポーズ、ブルブル、反対もブルブル、ボブルブルのポーズ、ハイヒール、ハイヒール、てっぺんぺんのポーズ、手をキラキラってしたら、最後にスカイツリーのポーズをして大きく回しましょう。ここまでみんなどうかな？簡単だよね。間違えたり失敗してもみんな元気よく踊ってね。これ以外にもいろいろなダンスがあるから、分からなくなったり間違えたりしても私たちの真似をして元気よく踊ってください。いいかな？それじゃあ最後に本番のスピードでやってみるから、みんな頑張ってついてきてね。周りの皆さん、手拍子で子供たちを応援してあげてください。ソラカラちゃんたちもみんな準備はいいかな？ OK。
それじゃあいくよ。ワン、ツー、スリー、フォー、右、左。カラカラちゃんのポーズ。ぐるぐる、ぐるぐる、ダブルブルのポーズ。ハイヒール、ハイヒール、ペンペンペンのポーズ。ヒップ、手を広げて。もう一回いくよ。右、左。カラカラちゃんのポーズ。ぐるぐる、ぐるぐる、ダブルブルのポーズ。ハイヒール、ハイヒール、ペンペンペンのポーズ。キラキラスカイツリーのポーズ、大きく回して。 OK、 みんな楽しもうね。おおおお、みんな準備できたみたいだ。 OK、 それじゃあソラカラちゃん始めましょうか。うん後ろで見ているみんなもその場で参加してね。いくわよ、ミュージックスタート。踊れるか心配だな。大丈夫、私に真似をして元気に動けばいいんだから。さあみんなも一緒にやってみて。始まるのもさあ踊るのも、空からちゃんと一緒にダンスしよう。空高く手を伸ばして、元気いっぱい体を動かそう。さあ真似をしてね。1、2、3、はい。青空ここからは東京スカイツリーからのお知らせです。
ね、ピングーにもおすすめだからよく聞いといてね。さらからちゃん、バースデー限定グッズがスカイツリー内のオフィシャルショップ、ザ・スカイツリーショップで発売中です、ね。スタッフの皆さんにグッズのご案内をお願いしたいと思います。それでは、皆さんお願いします。皆さん、こんにちは。東京スカイツリーへようこそ。そらからちゃん、ピングーたちとのダンス、楽しかったですね。今からスカイツリーショップで販売しているそらからちゃんのバースデーの限定商品の中からおすすめの4点をご紹介いたします。はじめにそらからちゃんのマグネットです。そらからちゃんがお子様の上に座っているカラフルで楽しいマグネット、そらからちゃんがスカイツリーに降りてくる様子を表しているようなデザインです。次にそらからちゃんバースデーショコラです。ミルクチョコとホワイトチョコにソラカラちゃんのイラストが入った練乳のチョコやハートのフランボワーズのチョコが入っています。そしてこちらはソラカラちゃんバースデーチョコクランチです。リボンがプリントされた可愛いパッケージです。3色なカラフルな袋に1つずつチョコクランチを包んでいます。最後に誕生日といえばいちごのケーキですよね。そこで紹介するのはこちら、ストロベリーチーズケーキです。北海道産の卵、牛乳をたっぷり使用し、しっとりと仕上げました。ストロベリージャムを挟んだ限定品です。皆さん、スタッフ一同1階、5階展望台のスカイツリーショップでお待ちしております。スタッフの皆さん、どうもありがとうございました。大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。チョコクランチ美味しそうですね。食べたいですね。ね、ピングピングピングは何かいいもの見つかったかな見つかったんだね。そっか、いいものも見つかって一緒にダンスもできてとっても楽しかったわね。そらからちゃんも楽しかったかな。どうもありがとう。みんなのおかげでそらからとっても楽しめたから、今度必ず会いましょうね。それじゃあみんなまたな。ありがとうございました。この後も東京スカイツリーでどうぞおゆっくりとお楽しみください。またお会いいたしましょう。